Are you listening? Damn. What's up, guys? おはようございます。こんにちは、こんばんは。エンジョイダンシングチビタ、シンスのチビタです。皆さんお元気でしょうか？前回の動画でですね、Twitter で直接 B-Boy の方からメッセージをいただきまして、この動画でちょっと紹介させていただきたいと思います。B-Boy、シーマくんですね。お疲れ様です。スノーファンドウィンドミル講座拝見させてもらいました。とても分かりやすく理にかなって動画編集でさらに分かりやすくなっていたと思います。動画見てて気づいた点がありまして、参考にまで聞いてもらえたらと思いまして、メッセージさせてもらいました。ウィンドミルの比較動画の時に気づいたんですが、チェアーリとノーファンドの骨盤の動きに違いがありました。チェアーリの場合、骨盤を含むような形で崩しているのに対して、ノーハンドだと骨盤を全く含むことなく回っていました。気になったので、この骨盤を含まずに、むしろ含むと逆に反るような意識で試してみたら、普段よりも回りやすく回転速度が上がりました。感謝のメッセージを込めて自分の体感したことを送らせてもらいました。文章力がなく伝わりにくいとは思いますが、ありがとうございました。素晴らしいメッセージありがとうございます、シーマくん。まあ、前回の動画も見てもらって気づいていただいた方もいると思うんですけれども、僕の動画に関してはですね、かなりもう自分で考える能力っていうところをみんなで一緒に鍛えていけたらなと思います。なので僕が伝えれることもどんどん伝えていこうとは思うんですけれども、それ以上になんか今後ですね、自分でさらに考えて、例えばオリジナルを作ったりとかっていうところですね、もうしっかり強化してもらえたらいいなと思いますので、ぜひぜひですね、まあもちろん答えがすぐ知りたいっていうのは気持ちもわかるんですけれども、まあ、結構答えは自分の中にあったりすることが多いので、というのももう僕の体の大きさと、見ていただいている方の体の大きさも全然違いますし、手の長さ、足の長さだったりとか体の柔らかさも全然違うので、まあ、そういう意味も含めて答えは必ず自分の中にあるっていうところは、特に頭の中に置いといてほしいかなと思います。なので僕の言ってるポイントがもしかしたら、これ僕的にはやりにくい、私的にはやりにくいっていうポイントがあるかもしれないので、しっかりですね、先ほども言ったように自分の頭の中でですね、僕のポイントと、自分の中のパワームーブのコツだったりとか、ブレイクダンスのコツだったりとかをイメージしていただけると、僕のこのチャンネルをやっている意義があるかなと思いますので、ぜひぜひそういった面も、考慮していただけるといいかなと思うので、ぜひぜひ楽しんで、僕のムービー見てみてください。よろしくお願いします。ということで本日のトピックはウィンドミルのスピードアップ、ウィンドミルのスピードアップです。まあ、ウィンドミル、ノーハンドウィンドミルができるようになってきた。そしたらいかにウィンドミルのキレを出すか、スピードを出していくかっていうところが次に当たる壁なんじゃないかなと思いますので、今回はこのトピックに関して、お話ししていけたらなと思います。本日の動画のメニューとしましては、まずは、なぜウィンドミルにスピードが出ないのかを解説、あと皆さんと一緒に考えていけたらなと思います。あとはウィンドミルのスピードアップの練習方法だったりとか、まあ、意識するポイントっていうところを解説していけたらなと思います。では動画と一緒に説明、解説をしていきたいと思います。では行きましょう。通常スピードの動画とスロー映像を1回ずつ流しますので、違いを考えてみましょう。はい、しっかり考えれましたでしょうか。では解説に移りたいと思います。ではですね、今回の違いについてなんですけど、違いについても大体3つに分けれるかなと思います。ではその3つについて説明していきたいと思います。前回の動画で説明させていただいたんですけれども、地面についている部分の大きさですね、地面についている部分の大きさが
違います。大きく3つに分けると言ったんですけれども、もうこれが根本にあっての他の2つかなと思います。なのでウィンドミルをまず早くしようと思ったら、できるだけ地面についている部分を小さくする、できるだけ小さくするっていうのが重要なポイントになってきます。2つ目、交点の幅が違います。先ほど言ったように、1つ目のついている面積、ついている部分の大きさがかなり関わってくるんですけれども、この動画で見てほしいんですけれども、ウィンドミルを3回返します。3回返した状態でスタートの時点の位置と、3回目終わった後の位置が全然違うのが分かりますかね。ノーハンドウィンドミルは、交点の幅が少ない分ですね、3回崩した後もそんなに頭の位置がウィンドミルほど離れてないんですね。これをしっかり、意識してみてほしいかなと思います。3つ目は一番高い位置の腰の高さが全然違います。これも一つ目にかなり関係はしてくるんですけれども、腰の位置が低くなることによってバウンドをしなくなるんですね。前回の練習法でどうしても返せない人はバウンドを利用しましょうって言ったんですけれども、バウンドを利用することで、メリットとしては高い位置に、例えばウィンドからエアーだったりとか、ウィンドからナインティ、ウィンドから倒立っていうようなものに関しては行きやすいんですけれども、その分パワーをロスしてしまうんですね。なのでスピードは出にくくなってしまうっていうデメリットがあります。なのでこのスピードを速くしようと思ったら、できるだけこの腰のクッションを使わずにバウンドを少ない範囲で回るっていうことが非常に重要になってくるかなと思います。では続いて練習方法をシェア、あとコツのシェアですね、をしていきたいと思います。練習法の一つ目としては、まず頭をついてウィンドミルを回る練習をしましょう。ウィンドミルの時に頭をつくメリットとしては、頭をつけることで頭の方に重心を持っていくことができます。なのでできるだけ頭をついてウィンドミルを回る練習をしましょう。この時の注意点としては、顎を引きすぎないっていうところがポイントかなと思います。顎を引きすぎると頭の角度が変わってしまうので、頭をつくのがちょっと難しくなってしまいます。ちょっと注意しましょう。2つ目としては、鍵足ですね。基本ブレイクダンスの動きとしては鍵足が中心になってくるんですけれども、僕のイメージとしては鍵足の状態で足を固めます。一直線に固めて股関節から足を振るようなイメージにしています。なぜ股関節を振るっていうイメージなのかというと、足を振るイメージを持っていってしまうと、前回の動画とかでも説明したと思うんですけれども、足が体の側面を越えてしまったりするので、足が曲がっていってしまうんですね。足が曲がることで、そのせっかく生み出した力をロスしてしまうっていうことにもなってしまうので、足を固めて股関節を振るっていうイメージを持ちましょう。3つ目のポイントとしては、ニューヨークでの入りの高さをできるだけ地面と平行にする、できるだけ低い位置から入るっていうことですね。先ほども言ったように、バウンドをしてしまうとその分上下に力が逃げてしまうので、その分できるだけ低い位置から入って、腰の位置が高くならないように入りの位置をさらに低くしてスタートしていくっていうイメージですね。足を蹴り上げるっていうイメージよりも、一番最初のウィンドミルのレクチャー動画でも言ったように、足を真横に蹴るイメージを持つと分かりやすいかなと思います。はい、今回の動画参考になりましたでしょうか。皆さんの助けになれれば幸いです。ということでですね、チャンネル登録がまだの方はぜひぜひチャンネル登録をお願いいたします。でですね、スカイプのオンラインレッスンもどんどん募集お待ちしておりますので、ぜひぜひですね、Twitter、Instagram、Facebook の方からコンタクトを取っていただければ、スカイプオンラインレッスン対応させていただきますので、ぜひそちらもよろしくお願いします。ではまた次回。僕のダンス動画でお会いしましょう。ピース。